ゼルダレとゲームチャンネルへようこそ。今回は公営武器の立ち位置に困ってしまう、そんな時のための基準と考え方となります。公営武器ってポジションとか移動とか覚えること多い武器ですが、その中でも立ち位置は特に難しい要素かなと思います。なぜ難しいのかというと、ポジションだけではなく武器の役割を達成するために味方の位置にも依存するからです。試合の状況に左右される部分でもあるため、 100% の回答というのは存在しないんですよね。なので公営の立ち位置というのは慣れるまで大変なことかなと思います。ということで今回は公営の立ち位置を理解するための基準と考え方について、次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず初めに押さえておきたいのは、立ち位置の基本は味方の名前が見える位置となります。どのポジションに立つべきかっていうのはもちろんありますが、まずは味方の後ろにいることを意識しましょう。これはチーム内の前衛、中衛、後衛の位置をしっかり保つためですね。この位置を保つ理由ですが、味方が前にいた方が対面がしやすかったり、敵の動きを見やすくなるっていうのがあるためです。後衛としては敵が見えた方が抑えやキルは取りやすくなりますので、必ず前に誰かいることが重要となります。逆に自分の前に味方の名前がないようであれば、自分が最前線にいる状態となりますので、相手に狙われてしまいます。こうなってしまうと、どんなに粘って攻撃してもキルを取り続けることができない限り、その場を維持するには難しいということになるわけです。味方の名前が前にないということは、後衛の位置がチーム内で前になってますよという合図ですので、気をつけるようにしましょう。味方の名前が見えるようになると逃げる合図にもなるので、とても便利なんですよね。ただこの名前にも注意が必要です。それは名前だけで距離感がわからないという点ですね。前に出た味方はどこまで前に出ているのかは、正直その時の状況と戦略で変わります。もしかしたら裏取りを狙っていたり、味方の名前が見えているだけかもしれませんからね。そうだった場合、裏取りしている味方以外の仲間の名前が見えない場合は、自分が一番前の可能性もあります。裏取りは前線ラインっていう考え方をしないということですね。こうなってしまうと危険な状況だったりもしますので、気をつけるようにしましょう。一番は味方2人の名前が前にあるといいですね。続いてはポジション基準の立ち位置です。味方との位置関係を抑えた上でポジションを活用すると動きやすさが変わります。ポジションについてですが、基本的には高い位置や見晴らしのいい位置を取ることが優先されます。ですが後衛の役割という点を考えると、ポジション選びは味方のカバーや索敵をする上では重要な場所となります。では何を基準にポジションの立ち位置を決めるのかというと、広い範囲を抑えれる位置となります。これが基準ですね。広い範囲を抑えれる位置というのが、後衛の強みを押し付ける場所となるため、その時々の強ポジになってきます。では具体的にマップを使ってみていきましょう。まずマップを見てもらった時ですが、これだけ立ち位置というのはあります。ですが視界にしてみるとこんな感じですね。同じ立ち位置ですが全く違います。これを攻撃と防衛で考えてみた時ですが、どれが広い範囲を抑えれる位置を取ることができるでしょうか。多分この丸の部分になるかなと思います。このようにポジション基準の立ち位置というのは、広い範囲を見れることが重要となります。これは敵に抑え込まれて防戦時でも一緒です。攻める時ならこの位置ですよね。ですが中央で牽制し合っている時はこことなり、防衛ならこの位置をうろうろするわけです。こうやって広い範囲を制圧しようという意識で考えてみると、意外とポジションで限られてくるんですよね。またこの位置だと味方の動きっていうのも自然と見れます。見れるということはカバーも取りやすくなるというわけですね。敵だけではなく味方も把握できる方法ではありますが、ポジションを基準に考える際の参考にしてみてください。続いては立ち位置を取る時の意識ですが、攻めの意識が重要となります。というのも、後衛の位置的には味方の後ろにいたりカバーをしたりと堅実な動きが要求されます。
こういった動きをしているといつの間にか守りの姿勢が身についてきます。ですが実際に試合で押し込まれた状態っていうのを見ていくと、後衛が前に出て味方の援護をしている方が強いんですよね。この理由というのは、後衛の射程攻撃が相手の動きを制限する、前衛での視線を減らせる、テスした味方が復帰しやすくなるという感じで、後衛が出るメリットというのが多くあります。もちろんこのメリットを生かすには、先に話した通り味方が前にいてポジション的に有利位置を取れているからこそなんですよね。ですがこれは堅実な動きをしていると、そもそも前に出るっていうリスクを負った行動をしなくなります。防衛に特化することも強いんですが、立ち位置という視点で言うと前に出た方が強かったりもするんですよね。防衛時に堅実、攻めてる時はカバー意識という感じで切り替えもするようにしていきましょう。最後は後衛かぶりした時の立ち位置についてです。これはバンカラや X マッチどちらでもあり得ることかなと思います。ここに関しては僕個人の考え方をまとめていきたいと思います。後衛かぶりした時というのは、射程が長い方がより後ろを取るという立ち位置を取るようにした方がいいかなと思います。一番わかりやすいのはリッターやチャージャーとかぶった時ですね。この時はチャージャーよりも前に出て射線を通すようにしていきたいところです。ハイドラやクーゲルといったスピナー種の場合はギリ短いっていうこともよくあります。なのでこちらの方が射程有利取れるので、横並びか一番後ろを取っていくのがいいかなと思います。それにスピナー種だった場合、メインの破壊力とか、あとは塗りの方もスペシャルも優秀なところなので、後ろにこもるよりも前に出てもらった方が強いんですよね。そういう対面の面でも切り替えがしやすいなっていうのはスピナーの強みでもあるので、前に出てほしいなっていうところです。まあ基本的には後衛かぶりした時は射程を理由に動いていくことが重要かなと思います。でもこういう時っていつもより前線の数が少なくなりますし、何より立ち位置が前気味になってしまいます。なので後衛かぶりした時はいつもよりも下がる意識を持っておきましょう。ちなみにルール関与に関してですが、自分が最後尾でない時はもう一人の後衛がルール関与をしない可能性があります。経験上こういうことは多いので、前に出つつルール関与をすることも意識はしておきましょう。後衛かぶりの時は中衛よりの動きになることを想定するといいです。ちなみに中衛の動きは敵の隙をついていくことが第一となります。切るだけではなく、サポートや足場の塗りなど幅広く行う必要があります。この切り替えができるように後衛でもかぶった時は積極的に練習をしていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。後衛武器の立ち位置に困ってしまう、そんな時のための基準と考え方はいかがでしたでしょうか。後衛武器といっても武器の射程も様々ですし、連射力やキル精度も大きく異なります。ですが基本的な立ち位置というのは同じで、状況によって変えることが大事になります。その点を押さえて武器に合わせた動きをするようにしていきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。